みなさんこんにちは。不器用女子のてんてんみみです。今日ご紹介するのはこちらの立体的なバラの花の折り方です。ちょっと見ると難しそうなんですけれども、結構簡単にできます。こんな感じで立体的になってまして、たくさん作るとバラの花束を作ることができます。では早速作っていきましょう。準備するのは 15cm×15cm の普通の折り紙と、折り紙だけでも折れるんですけれども、ちょっとこの花がバラバラになってしまうので、こういうあの角のところを留めるためにホチキスがあるといいと思います。もちろんなくてもバラの花を折ることはできます。はい、では折っていきます。白い面を上にします。半分に折ります。次にもう一度半分に折ります。はい、で、折ったものを潰して開いて三角形にします。もう一度反対も開いて、このように三角形にします。次に、三角形のこの下の部分を上に持ってこのように折っていきます。反対側もこのように上に折ります。で、今折ったここの部分をこのように開きます。反対側も内側をこのように開きます。で、今こう四角が2つになってると思うんですけど、これをこのように開いてこの形にします。反対側も同じように三角形を開いて四角を2つ作ります。はい、ここまでできましたか？で、この形になりましたでしょうか？したら、今ここの下の部分をこのように開いて押しつぶすようにこうやって折っていきます。ちょっとここがややこしいんですけど、こうじゃなくてごめんなさいね、こうでした。この白い面が見えるように押しつぶして広げます。ここに三角形を1個作るんですね。真ん中のところにこういう、ごめんなさい、不器用女子なもんでなかなかうまくやれなくって、あ、できました。真ん中に三角形をこうやって作って押しつぶして開いてください。この端を持ってここの部分をこうやって開いて三角形に、あ、できました。こうです。皆さんできましたか？ここに三角形が2つきますよ。までできましたか？そうしたら、次は表向けます。表を向けてこの三角形作ったところが今こういう風に、ちょっとこう立ってる
とんがってると思うんですけど、この両方をこのように斜めに、こうですね、こんな感じで、わかりますかね、こうもともとこういう三角形だったのを斜めにして、こうくるっとするんですね。こんな感じでこれをずっと続けていきます。くるくるくるっと3回ぐらい巻くと、あ、もうほらバラになりました。お分かりですか。こんな感じで立体的なバラの完成です。このままでもう、まあ、バラとしては完成なんですけれども、もうちょっとこう形をきれいにこうやって整えて、今こうやって折り合わさっているのをちょっとこう斜めにする感じで、こういう感じでこうくるくるっとまとめて、こうとんがっている部分は花っぽくないので、こう外側に折り込んで、こういう風に折り込んでいきます。こう外側にこのように折っていくと、これでバラの出来上がりです。このままだとちょっと収まりが悪いなーって思うので、こんなところで、さっきのホチキスでパチッと何箇所か止めちゃいます。はい、これで完成です。どうですか、立体的なバラの折り紙。結構作ってみると簡単にできますけど、見た目がとってもゴージャスで可愛いですので、ぜひぜひたくさん作って、大切な人にあげてくださいね。私のチャンネルでは他にもいろいろなお花の折り方を紹介してますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではてんてんみみでした。